こんにちは、もんたです。今回はですね、こちらの謎商品ですね、アイマスクとヘッドバンドっていうのかな、なんですけど、それに Bluetooth のイヤホンがついた商品をご紹介しようと思います。こちらなんですけどね、中国の人の考えることはすごいですよね。アイマスクってこうなんていうの、暗くして寝るためのもんみたいなイメージがあるんですけど、それにイヤホンをつけてしまうというね、わかんない、そのアイマスク業界では普通なのかな、最先端なのかな、全然わかんないですよね。でプラスこっちのこうスポーツバンド、ヘッドバンドっていうかな、は汗が目に入らないようにヘッドバンドってするじゃないですか。洗えるのかなっていうのがあるけれども、あ、でも書いてるわ、ハンドウォッシュオンリーってことは一応手洗いはできるってことですね。すごい。ということでニーズがあるのかどうかわかんないですけど、まあ、こちらの2つの商品をご提供いただいたんで一応レビューしてみようかなと思います。はい、どっちからいきますか。これヘッドバンドからいきますか。ヘッドバンドはまあね、待ってもいいかな、こうジョギングとかねするときに走りながらね音楽聴けたりとかするじゃないですか。うん、なるほど、充電器ついてますね。タイプ A とタイプ C ですね。やっぱりドコモもタイプ C に移行してますよね、端子が。ただタイプ A のこの端子の出方大丈夫なの？なんか作り方が雑ない感じがするけど。で、中身はこんな感じ。お、日本語のやつ書いてる。名前がミュージコジーっていうかな。バージョン 5.2。外部電源ね、まあ、DC、5V。充電ポートがマイクロ USB になってるけど、タイプ C になってるけど大丈夫か。充電時間が1時間から2時間充電すると、連続再生時間は8時間と。あ、なんかあれですね。あ、なるほど。この分解できるんですね。その分解方法とかも一応ちゃんと書いてるんで、まあ、手洗いするときの方法はこれ見てもらったらと思います。ちなみに後ろは説明書書いてますね。ペアリングするときは電源ボタン長押しで、で、まあスマホのミュージコジーっていうかな、っていう名前のやつを選択すれば、まあ繋がると。で、バッテリーが少ないと赤色に点滅したりするし、で、通話もできるみたいですね。マルチボタンってこれ電源ボタンのことかな。多分ボタンは3つですね。これが多分マルチボタンっていう電源ボタンのことで、だったら音量ですよね。音楽の場合だと音量が短く一回押すのと、この長押しすると次の曲に行く感じになります。後ろはこんな感じで、ここにね、ちょっと見にくいんですけど、ここにねタイプ C の端子がついてるんで、ここから充電するという感じですね。はい、どっち向きにつけるかわかんないんだけど、まあ、こういうバンドやったとして、ここら辺にそのスピーカーらしきものがついてるんですよ。これも記事見てもらったらねわかると思うんですけど、こうちょっとずつねこう移動できるんですよね。わかりますかね、こうやって。だから、まあ、自分の好きな位置に調節できるっていうとこぐらいかな。はい、そんなに薄いスピーカーじゃないので、なんかちょっと違和感はあるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。とりあえず使ってみますか。これどっちにつけるの、やっぱもちろん前だよね。こういうことだね、こうだね。はい、でちょっと流してみるか。うん、今音楽を聴きましたけど、なんだろうな、音質は良くない。うん、なんて言うんだろうな、ボタンの位置っすよね。これね、ここっすもんね。だから、走ってて、電話かかってきたら、こう電話に出なあかんってことですかね。うん、なかなかこう、すごい、なんだろうな、電話の取り方っすよね。iPhone とかでこうじゃないですか。その電話出るときとか。これこっちっすかね。もしもしっていう。もしもしっていうね、そういう感じになっちゃうんで、うん、
なかなかユニークな商品だと思います。はい。これがまず1点目ね。で続きまして、アイマスク。これはね、まだわかる。雑音とかね、その聞こえたりとかするから、リラックスできる曲を聴きながら、アイマスクすることによって、より上質なね、眠りを送るとっていうのはわかる。何気になんかこっちの方が箱高級感でしょ。これ同じメーカーですよ。中身こんな感じね。携帯用のケースっていうか袋ついてますね。でこっちも一応日本語はついています。はい。でこっちもいただいてシンプル。ほんまにアイマスクにさっきと同じような充電器ですね。タイプ A とタイプ C。ほんでまた正面に同じようなボタン配置ですね。多分つなげ方も一緒で、操作性も一緒だと思います。で、今回の充電はここにピヨンと出てるんですけど、ここに端子がついてるんで、ここから充電すると。で、多分使わないときはここにしまっとける感じになると思います。はい。これもまた同じスピーカーで、若干ちょっと、まあ、ここも移動でしようと思ったら移動できる。洗うのはちょっと大変そう。これは多分洗えないのかな。一応取り出せんこともないけど大変そうっていう感じですね。こっちの方が若干こう使い勝手は良さそう。でもこれもやっぱり電話できるのかな。うん、電話できますね。全く一緒ですね。だから中身の機材は一緒で、その側だけアイマスクにしたのかヘッドバンドにしたのかっていうような感じになると思います。音質はまあさっきと一緒で、ちょっとね、イメージで言うとこもった感じかな。こもった感じに聞こえる。そんなイメージです。こっちは、全然普通のアイマスクとして使ってもいいんかなっていう。素材はね、こうなんて言ったらいいんかな。もこもこというか、ちょっとこう、冬に持ってこいみたいな感じの素材です。夏はちょっと暑いかもしれない。で、装着方法はもうこうですね。うん。こういう感じになります。もちろんアイマスクなんで、こう光の漏れはもうほとんどないですね。これでもうほぼ真っ暗と。はい。OK ですね。これもそうだし、こっちもそうなんですけど、通話した時にマイクもついてるんで、携帯さえ近くにあって、その Bluetooth がつながっていれば、これだけで通話ができます。はい。ということで、今回のこのアイマスクと、このヘッドバンドですね。このすごいユニークな商品ですね。ご紹介させていただきました。一応 Amazon のリンク貼っとくんですが、なんかすごいちょっと一個気になったのが、PSE マークの表記がついてないんですよね。多分日本の充電器の規格に合うとは思うんですけど、一応電子機器なんでね、もう用途としてはもうドンピシャ、その寝ながら通話もできて、音楽も聴けると。この商品待ってましたっていう方も多分中にはおられると思う。ただその PSE マークがついてないので、まあ本当にその購入される時は、自己責任でお願いしたいと思います。まあということで今回はこのユニークな商品、アイマスクと、このヘッドバンドかな、に、Bluetooth の、スピーカー、ね、マイクですね、がついた商品をご紹介させていただきました。で、お値段もね、そこまで高くなかったと思うんだけどな。1500円ぐらいなんで、まあ、それでも欲しいっていう方は一応下にリンク貼っとくんでチェックしていただければと思います。はい。こっちもすごいっすよね。こっちは分からんでもないけどね、こっちがすごいっすよね。全然ヘッドバンドとエアポッツでいいんだけどなっていう感じ、ね。まあ、ということで今回はユニークな商品をご紹介させていただきました。またですね、マンタのチャンネルですね、最近また状況変わったこともいっぱいありますし、撮影してるね、この場所も変わってますし、いろいろ動画にしたこといっぱいあるんですけど、まあ、またですね、定期になると思うんですけど、ゆっくりですね、出せていけたらなと思いますんで、チャンネル登録とコメントいただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。